あそれでは改めてご紹介いたします。3年ぶりにマリーンズに帰ってまいりました薮田康彦投手です。そして、大の電化製品好きという小野伸吾選手、はい、ビッグカメラにやってまいりました。そして自他ともに見てるゲーマー、はい、川崎選手です。はい、さあということで一言ずつご挨拶いただければと思うんですが、まずはでは薮田選手からお願いいたします。3年ぶりにロッテで日本を着ることになりました薮田です。お帰り、おかえり、うん、まあどう答えてお帰りなさればどうなのか、まあまあ、ロッテのユニフォームを着るからには、まあ、優勝したいんで、今年頑張りたいと思います。よろしくお願いします。私もとっさに控室でお会いした時にお帰りなさいとまず第一声が出てしまったんですけれども、なかなかその返答が難しいですか？いや、まあ、自分の中ではやっぱりアメリカに行ったっていうのは活躍することが、まあ、その恩返しかなっていうのがあったので、それがお帰りなさいはどうだったのかなっていうのもちょっと、まあ、でもやっぱりこういうふうに、まあオファーをいただいたので、はい、本当ありがたく思ってます。どうですか、こう久しぶりにマリーンズファンに囲まれたこの空気は？いや、もう何度も言ってますけど、まあ、ロッテのファンは日本一なんで、はい、本当、久しぶりですけどありがたいですね。全然変わられないですよね。そうですかね、はい、いい意味でですよ、はい、すごくいい意味で、はい、はい、うん。そして、小野伸吾選手、はい、オフでそろそろ選手の皆さんにとってはキャンプインも迫って緊張感が高まってくる時期ではありますけれども、はいはい、久しぶりにファンの方とのひととき、いかがですか？新年明けましておめでとうございます。そうですね、また今年は気持ちを新たに、1年間頑張っていきたいと思ってます。はい、宇野選手は大の家電好きということで先ほど、ね、伺ったんですけれども、はい、もうすごい心が踊ってます。電化製品に囲まれて、はい、もうここにいると多分半日は入れるんで、はい、まあ後で多分何か買って帰ります。はい、何買って帰るんですかってちょっと伺ったところ、ですね、びっくりしたんですけれども、カメラを買おうと思いますっていうふうにおっしゃられたんですね。で、あ、カメラですか、あ、デジカメですかなんてこう軽く言ったらですね、すごい答えが返ってきたんですよ。何に使うかちょっとご紹介いただけますか？まあそうですね、デジカメでカシオのカメラですごい連写がついたカメラがありまして、それを、まあ、キャンプで持ってって自分の方も毎日というかチェックしたいなと思って、今日はそれを目的に来ました。すごいですよね、自分の動きを撮ってもらって。そうですね、まあ、ずっと調べてたんで、まあ、今日はいいものを買って帰ります。はい、よろしくお願いいたします。そして、川崎選手、どうぞファンの皆さんに一言。はい、明けましておめでとうございます。はい、声が潰れてるけど、いかがですか、はい、本当にちょっとキャンプインも迫って選手の方、はい、ちょっと、ね、緊張感高まる時期ですけれども、そうです、ね、久しぶりのファンの皆さん、はい、まあ、毎日練習してるんで、はい、球の息抜きで、はいはい、皆さんと短いですけど、はい、まあ、触れ合いできたらいいなと思いますけど、はい、今日は川崎選手がもう超得意というゲーム対決です。ないですよね、ファン間でもお客さんに負けてるんで、はいはい、リベンジで頑張ります。はいはい、今日選手にピッチャーとしてご自身でプレーしていただくんですけれども、やっぱりゲームというのも負けると悔しいですか？いや、あ、そうでもないですか？はい、どうですか？川崎、そうですね、キャンプでよくゲームをしたりするんですけど、はい、一緒に、はい、まあ、野球じゃなくてサッカーなんですけど、はい、負けるとすごい悔しいです。そうなんですよ、ユニフォーム姿で入ってくるんですよ、お風呂も入ってないのに、入ってきてやるぞって入ってくる。練習上がりで、まず対決、はい、もうそれお決まりなんで、はい、なぜサッカーなんですか？面白いから。
いや、あの野球も面白いんですけどね、あの簡単にっていうか、なんだろうね、あの難しいから、ね、野球になるとお互いの心理作戦になるんで、マジ喧嘩になるんで、なるほど、はい、で負けたり打たれたりがちょっとこう、そうですね、はい、なるんでちょっとサッカーに逃げてることもあるんですけど、はい、なるほど。矢方選手はゲームされるんですか？ゲームしますよ、はい、でも野球はやらないです。え、ご自宅で？自宅はやらないです。あの遠征先とか、まあ、キャンプの時ぐらいですね、はい、やっぱりこう息抜きにはもってこいなんですかね。そうですね、まあ、ロールプレイングとかもやってましたし、はい、逆に寝れなくなる時があるんで、どうかなっていうのもありますけどね。やりすぎても、はい、ね、あの今日はファンの方と解決していただきますので、あの頑張っていただきたいと思いますけれども、ちょっとあのオフどんな風に過ごしていたか、あのトレーニングも含めてプライベートも含めてちょっと近況報告をいただければと思いますが、まあ、僕は10月の中頃に今日本に帰ってきたんで、まあ、2週間ほど休んで、まあ、あとはもう普通に体を動かして、まあ単身で行ってたので、まあ子供と家族サービスをしたりだとか、はい、ゆっくり過ごしましたけど。小野選手は？いや、今年のオフはものすごい早くて、もうあっという間にすぐキャンプかなっていう感じのオフでした。まあ、息抜きもそこそこできたんですけど、まあね、あの体はずっと動かしたんで、本当にあっという間のオフだったなっていう感じです、はい。あの自主トレは川崎選手とご一緒に鹿児島の方で、はい、ね、やられて、もう1月4日から行って一緒に厳しく、やってきたんで、まあ今年特にやってくれると思います、はい。さあ、と言われました、川崎選手のオフは、はい、今年はほぼ休んでないんですね。年末から場所を変えて、僕大阪にも行ったんで、その後、慎吾さんと合流して初めての自主トレだったんで、ちょっとどんなもんかと思ったんですけど、ちょっと舐めてました。舐めてました。いやきつかったですね。雪は積もるまで大変じゃないまあ鹿児島でね、雪降るとは思わなかったんで、まあ大変だったんですけど、本当にいい練習ができたと思います、はい。じゃあ川崎選手も相当いつになく例年以上に動いて体を酷使して。そうですね、もう初めてですね、こんなに早くから動いたら初めてなんで、まあね、今シーズンを見ていただければ、はい、それが良かったのか悪かったのか分かると思いますけど、はい、分かりました